当たった。当たった。お前。あっかん。まあ、話しますか。乗った。おはようございます。今日は南港行っちゃいます。はい。南港、エビ釣りを。エビ釣りですね。久しぶりですね。超久しぶりですね。はい。第一弾ということなんで。はい。誰かやっぱり原点に戻って。原点に戻ってやってみたいなと思ってます。はい、なんかやたら長いポンプですね。電池ダブル。4本入りエビは元気が命、元気が命。ところで今日はどれぐらいエビかな。今日はとりあえず3000円ぐらい、3000円買って張り切っちゃおうかなと。最近エビ高いって言われてますけど、3000円やっぱ多いですか。あれちょっと多いです。そうですか。はい、大体もう1000円。いや、そういうんじゃない1000円あれば皆さん十分楽しんでいただく。あ、そうですか。はい、はい、元気ですね。そうですね。ボタンエビ。これやね。あれ、本日のライン。あるいはスプロータイプ。これいいですか。これはね、いいんですよ。よく浮いて。ハト釣りは浮いた方がいいんでね、ライン。上の場所、深いの場所が。真ん中に持ってきてもらう。困りますね、これ。ねえ、これね、はい。ありがとうございます。店長に言うときます。はい、お願いします。今回のテーマ、近年大阪湾のハト釣りはオキアミとハイゴエサを使った深瀬釣りが主流となってきました。今回は大阪湾の深瀬釣りの先駆者である森園釣りバカ名人にあえて原点に戻っていただいて、現在でも人気はありますが、昔は主流であったエビ巻き釣りの楽しさを紹介してください。オッケーです。ありがとうございます。お願いします。頑張ります。はい。釣りバカちょっと余計でしたかね。釣りバカ余計。すいません、お願いします。はい、ジーグリーンです。はい、お時間はお昼ぐらい、お昼ぐらいで、はい、向かいは10時12時10時12時は了解です。できれば10時で終わりたいと思います。できれば10時で終わりたいと思います。できれば10時で終わりたいと思います。頑張ります。はい、あ、そういうこと。行きます、その上はかっこいいですね。割ります。はい、割ります。全身コーディネート持てますね。モデルがいいんで、ウェアも光る、と映えるという。今のちょっと黙っときますわ。え、今の黙っときますわ。モデルが最高やいうこと。モデルが最高なんで、ウェアも買えます。腕前はね、もう腕は二の次です。まずはカッコから釣りの大事なとこ。カッコから、はい、なんか先気になることがありますね。何をですか。なんか忘れたエビのね、尺を忘れてね。致命的ですやんか。でも、何、配合用の尺はあるんで、はい、なんとかそれで頑張っていきますか。はい、方法、筆を選ばずというやつですね。そういうことですね。はい、しょ。ちなみに今日、竿は、竿はインテッサの G5、125で、はい、硬いんやけど、ちょっと鈴木がね、ちょっと釣れやおるかもと。ちなみに何センチぐらいいうことなんで、まあ
60センチぐらいのが釣れればね。いやいやいや、会長知ってますよ。何を持ってるのは知ってますよ。持ってるのは持ってねえよね。今まで過去に何度か取材一緒に行かせていただきましたけど、70オーバーは何回か見てますよ。僕釣れたことありましたね、遠い昔の話。最近魚が釣れないんです。今日も見せてください。わかりましたよ、任しといてよ。はい、今日の仕掛けはどんな感じのもの。今日はですね、はい、とりあえず羽もターゲットなんで、はい、もうとりあえず軽い仕掛けで、通常であれば 3B とか 5B を使うんですけど、はい、ちょっとシビアに 2B を今日は使ってみみたいなと。 2B で。ちなみに浮きは、浮きは羽浮きですね。羽浮き感度のいい羽浮きを使いたいと思いますよ。棚は浅いんでね。はい、何キロぐらいですか。棚ね、2つぐらい。まあこの場所自体が非常に内向きと外向きとあるんですけど、これ J グリーンっていうところで、はい、狙いは内向きですか。最近もう全部内向きだということで、もう皆さん内向きで。そうですね、うん、皆さんやってらっしゃいますね。やられてます。まあ羽だったら表向きでも釣れるんでしょうけど、やっぱりチヌになってくると、うん、内向きの方が部がいいかなと、はい、実況いきます。第1投いきます。いきます。はい、とりあえず誘い命で。誘いまくって。はい、またその辺のことも詳しく教えてください。了解です。はい、行きますよ。はい、もうすぐ釣れますよ。はい、お、なんかキラッと光ったぞ。ほんまですか。うん、当たり出る。結構かなり頻繁に誘いかけありますね、昔から。そうですね、誘い命ですよ。それなんでかっていうのを教えてもらっていいですか。ナンパと一緒ですね。え、ナンパと。ナンパ？そうです。一人に声かける10人に声かけた方が一人ぐらい引っかかるでしょ。そういう問題ですか。そういう問題。なんかちょうどカメラ止めてる時に当たりあったとか言われて。当たりありましたね今。ね、こう常にカメラ回しとかなきゃいけませんね。合わせ失敗しましたね。はい。どうですか、この2投目ですけど。いや、いい感じですよ、潮も多少動いて。期待大ですね。ちょっと浮きにズームしておきますね。ボラ多いね。ボラひょっとしてまさかのボラ当たりでした。ボラ、エビやからボラはないと思うけどな。ちなみにエビなくなってました。なくなってる。うん、いや絶対当たり、もうブチュー入ったから。多分羽やろね、乗らんということは。そうですよね。森園さん、何ですか。今ピコーン言うたけど、携帯マナーモードにしてます。マナーモードしてないね。うん、ワンチャンスでしたか。ワンチャンスやったね。通りすがりかな。通りすがりかな。ちなみにエビの付き方教えていただいていいですか。エビはね、はい、一番ベタなのはちょんがやけって言ってね、はい、ここ、お尻、ここ、ここをプツッと刺すと、はい、これちょんがやけだね。これちょんがやけ、はい、あ、ちょんがやけ、はい、で、で、よくこの皆さんがやられるのがここ、この川にね刺して、頬にかける。これが頬がけですね。頬掛け、はいはい、頬にね。ただ私は
こだわりが。こだわりがあるという。やっぱりちょっと頬掛けは弱りやすいので、はい、いつも角掛けと言いまして、このエビの角、ここと、この角と脳みその間、はい、ここに刺します。あ、今のはあれでさ、失敗、今のは失敗というやつですね。ちょっと待ってください、大きいエビで、あ、はいはい、これね、ここに角掛け、非常にこれが弱りにくいと。ちょっと待ってください、よく見せてくださいね。ああ、角にかけるという、はい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 、ね、これが一番私は弱りにくいんじゃないかなと。誘いかけた時もやっぱり頬掛けとか尻掛けやと弱りやすいですか？そうですね、やっぱり角は一番何か元気長持ちみたいな、うん、ただちょっと脳みそで触ってしまうともう一発で死んじゃうんで、慣れないとちょっと難しいんですけど、慣れたら一番元気でピョンピョンと跳ねてもらえるんで、うん、違うんかな。今何かありました？なんか浮きがね、はい、と沈めすぎてるから分かりにくいね、うん、これは根がかりかな。根がかり、今二広ですよね。二広で、二広やからちょうどそこトントンなんですよね、うん、あ、かなりトップ隠れてますね。ちょっとトップが沈みすぎやね、うん、調整しましょうか。それは今あれですか、地図調整、地図調整ですね、うん、もうちょっとトップ出すような感じですか？そうですね、ちょっと沈みすぎてるんで、ちょっともうちょっと出そうかなと。なんかトップ沈みすぎてるやつだと結構トップ出すなとありませんか？はい、どっちの方がいいんですかね。そら食い込みのは渋々の方がいいよね。それはやっぱり浮力が死んでるから、その分、はいはい、魚は持っていきやすいですよね、はい、浮力が多ければ。ただまあ渋々でやるのはデメリットは見にくいという部分があるんで、結構ね、まあ食い込みも、食い込みはでも本当もう活性のいい時は多少出した方が針がかりはいいですよね。浮力で逆にかかってくれますよね。そうですね。ちょっとだけ軽くしてみました。エビはもう毎頭ごと。そうですね、毎頭ごと巻かないとエビ巻きなんで。昔は言うてありましたね、巻けば巻くほど釣れるって。そう、巻けば巻くほど釣れますよ、エビ巻きは。ねえ、やっぱそこら辺は成金重宝の真髄ですか。その辺はお金に物言わしますよあれぐらいが好きですね、ちょうど、ちょうどいいですね。先ほどよりもちょっとトップ出てますね。出てますね、うん、またあれ以上出すぎたらね、今度ね、ダメなんですよね。ああ。当たりがなかなか出ないという。ちょっと水面もざわついてますんで、風の影響もやっぱり出てきますもんね。そうやね。ちょっと左に流れていってますね。流れてますね。こっち手前に来てくれる人がいいみたいですけどね、船長曰く。もう
こう見てるとかなりの頻度で誘いやっぱかけありますね。誘いやっぱりエビがやっぱり誘いかけるために動いてくれるんで、うん、誘いはもう5秒に1回ぐらい、かければかけるほどいいですね、エビ巻きは。あなた、どうした？やりましたね。やりましたね。釣れるじゃないですか。なんでしょう、チヌやね。チヌ。多分。さあ、叩いてますか？叩いてますね。おお、チヌですね。チヌ。おいよ。チヌですね。チヌ。よいしょ。よいしょ。やりました。おいでおいで。さすがですね。いや、どうってことないっすよ。釣りをしてるんですから、まあね、釣れないと。そのもん大したことないですね。見てください。釣れましたよ。うわ、いい感じですわ。何センチぐらい？いや、ちっちゃいですね。でも40ない、ないんじゃないですかね。いい色ですね。はい、しっかり食べてます。おお、きれいなチヌ、うん、どんなあたりやったんですか？食い上げてきて浮きがポコーンって急に浮いて、おそこからじゅわーっと入っていきましたね。なるほど、ええ、もう一発お願いします。わかりました、任しといてください。やっぱさっきのあの一等円もチヌやったんですか？あれ一等円もやっぱりチヌやね。杭が渋いね、ちょっとガバッてあのすぐに持っていかない感じ、うん、そういう時の対処法ってあります？やっぱり基本チヌそこなんで、はい、そこで加えてじっとしてるっていうところなんで、はい、もう対処法は当たりかなと思ったら誘いを入れるか、はい、棚を縮めて、ちょっと餌を浮かすと。そこにはわしてたら、食うてじっとしてたら全く浮きに当たり出ないんで。あ、針先も立ちませんもんね。そうですね、うん、またその棚をちょっと浅くすることによって針が立ってるいう役割と、あとまあ当たり、そうだね、当たりが出やすい、はい、小さい当たりも取りやすいという。小さい当たりが出た時にやっぱり誘いかけて針立たせるいう感じなんですね。そうですね、さっきの浮きがポコーンって逆に浮いてきましたよ。浮いてきました。浮いてきた。食い上げるやつですね。食い上げるやつですね。はい、これ森蔵さんね。はい。針数一広半ぐらいですか？一広半ですね。なんか途中にガンダマ2つ打って針ますよね。で、G5 を2つ打って、はい、あの針数をちょっと立たせるような感じで、あまり吹かさないように。ちょっとこの何ていうんですか、感覚的には短い感覚というか、潮が緩い時はガンダマ極力上に、はい、早い時は下の方に、はい、で今まあこれぐらいやったらちょっと遅い方なんで、はい、若干上ですね、気持ち上。目は3等分、綺麗に本当は3等分するのが一番流れてない時、潮が流れてない時は綺麗に3等分で、潮がちょっと動き出したら下の方にずらしていくんやけど、はい、ほとんど今日潮が、うん、さっきはちょっと動いてないけど今はほとんど潮動いてないんで、ちょっと上に上げましたね、はい、で棚をねちょっと当たりが渋かったので、渋かったというかあの1投目乗らなかったんで、棚をちょっと10センチほど、縮めたら来ました。やっぱりガンダマで調整は常にしとかないと、うん、なかなかだと思います、はい、じゃあこの調子であと9匹ぐらい。あと9匹やね。ね？レイジ、しゃがみ出しました。さっきね、しゃがんでて当たったから、さっきを殺さないと。
先を消す情報。どっちでもええよみたいな。あ、やっぱり釣ったろってね、伝わるんやね、針の先まで。お、当たった。当たった。あ、ほんまや。あっかん。今話しました、クッキー。乗った。なにこれ、ちっちゃない。お、チムだ。お、キビレか。さすがですね。来ましたよ。あたり今のバッチリ取れましたよ。キビレですね。キビレチムですね。あー、キビレ。今年キビレ多いそうですね。ねえ、キビレが多い言うてんだね。大きい。でも、あ、キビレ違うか。マジですか。いや、キビレやね。うん、キビレ。チルですよ。はい、2枚目ゲッチュ。キビレですね。黄色い。さすがですね。綺麗に口にかかってます。前あたりありましたね。コンコンでじわっと入りましたね。誘んで入らんからちょっと誘ったら入っていきました。はい、これなかなかのこうテクニックじゃないですか。なかなかですか。はい、これでその浮きのね、はい、上のところにその赤い目印つけてありませんか。はい、ちょっともうちょっと蓋を下ろすのですか。これね、この浮き止めやね。はい、これはやっぱりこの微妙な調整をするたびに2個つけてるでしょ。はい、まあ2個つけてる意味っていうのは、はい、あの棚ボケ防止、棚がボケたら、はい、あの感覚が変わってくるから、うん、あ、棚がずれたなというのが分かる。あ、浮き止めがずれたのが分かるから。そう、2つつける。教えてくれることですね。そうですね。あそこも釣れた。地合いかな。あ、釣ってありますね。地合いかな。はい、何やろ。謎の魚が、なんか鯉にしか見えませんけどね。あれ、鯉ですね。鯉。うん、ちょっと今見えにくくなりますけど、一瞬映りましたわ。あれ、鯉。あんなでかい鯉おる。チムですね。ちょっと見えにくいけど、カメラにギリギリ映ってますね。チムっぽいよな。うん、あれ、これはチムやな。横になっておる。何してんのやろ。いてますやん、名人。釣れるもんなら釣ってみろみたいな。あ、意外食うてますわ。あ、意外食うとんか。うん、あの水面ギリギリのやつ、今食うシーンバッチリ映りましたよ。
ですやん。え？モロって一発ですやん。ゆっくりやって。でかいこれは。かかかかかそっち行ったか。これはそっちあるわ。どうや。はい。でかいですね。でかいなこれは。これ何センチか測りましょうか。もう何センチなのこれ。これ50あるでしょ。ええですね。戻ってきて一発ですやん。待ってたこの次の。何センチぐらい。これ50ぐらいあるよ。50ぐらい。疲れた。疲れました。はい、お疲れ様でした。今回第1弾ということで、釣りバカ日記。南港の丸高渡船の方でさせていただきました。エビ巻きは僕も当初釣りを始めたのが最初はエビ巻きで非常に思い出深い釣りなので、今日は久しぶりにエビ釣りで楽しみました。上がったのは J グリーンという鳩場ですけど、非常に最近よく釣れているという情報もあり行きました。深瀬の方でも9匹ぐらい釣られた方もいましたので、今が一番いい時期じゃないかと思いますので、皆さんどんどん丸高渡船の方またお寄りください。で、今回、使わさせてもらった、ちょっと宣伝になりますけど、ハリスですけど、バリバスさんの方から新製品ということで、発売されました。この TI ニックス、チタンコートされてるハリスで、多少ちょっと比重はあるんですけど、非常にスリに強いということで、私も使ってみてかなり直線、夜も少ないですし、いい感じで、スリにも結構強いんじゃないかなというような感じはしました。また皆さんぜひお求めください。非常にいいハリスとなってますのでよろしくお願いします。次回はね、また第2弾ということで、深瀬、チヌの深瀬もやってみたいっていうのもあるんですけど、どうもやっぱり夏暑すぎるので、できれば次回は涼しい川に行けたらと思います。また第3弾第4弾とやっていきたいと思いますので、また皆さん見てもらえたら嬉しいと思います。では本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。